こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マリーレイン好スタート、綺麗なスタートを切りました。エアグルーブ前に行きそうです。マリーレインそれに続いています。さらにはミッキーシャンデリア、2番バブルウェイ、その後ろアラビアサンダース、後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。前に戻りましょう。バブルウェイ先手を取りました。白の帽子マリーレイン、その後ろすぐ隣にビクトリースイング好位置をキープしています。エアグルーブマダムアスペン、すぐ後ろその隣にミッキーシャンデリア、その横にマザーチャンス、すぐ後ろにシスターイージー、その後ろからはシーサンダース、その外にアラビアサンダース、オレンジの帽子ダビッドフォーエバー、その後ろすぐ隣にトロピカルダイヤ、しんがりからマックスジーン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ2番バブルウェイ、ビクトリースイングほとんど差がありません。3番手にエアグルーブ、絶好の手応え。エアグルーブいい位置、果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはエアグルーブ。エアグルーブ先頭、残り 200m、 エアグルーブ先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。エアグルーブ2番手はマックスジーン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。エアグルーブ1着、2着はマックスジーン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーブまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはトラストガバメント、アロママイヤー、この馬も好スタートを切りました。リーピングフォレスト前に行きそうです。カナディアンアヘッドそれに続いています。さらにはトラストガバメント、1番サンエリート、その後ろバラヌール、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。アロママイヤー先手を取りました。並んで11番カナディアンアヘッド、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアロママイヤー、その外からカナディアンアヘッド、その隣にトラストガバメント、その横にサンライトウッド。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。アロママイヤー先手を取りました。その外にトラストガバメント、さらにはカナディアンアヘッド、内からはディーピングフォレスト、その外からアフリカンテル、内からはサンライトウッド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から。先手を取ったのはアロママイヤー、オレンジの帽子トラストガバメント、その後ろ先頭は依然としてアロママイヤー、トラストガバメント、ほとんど差がありません。カナディアンアヘッド3番手大気ブリザード、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭に立った大気ブリザード、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m 大気ブリザード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にシングスピール1着、2着にはどうやら大気ブリザード。勝ったのはシングスピール、見事な勝利です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはクールタフネス。綺麗なスタートを切りました。フラワーパーク、前に行きそうです。ローレルデライト、それに続いています。さらには3カラット、15番クールタフネス、その後ろビューティーセカンド、どうやら後ろからになりそうです。前はクールタフネス、2番手はフラワーパーク、絶好の手応えです。ローレルデライト3番手、さあフラワーパーク、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はフラワーパーク、フラワーパーク先頭、あと 200m、 フラワーパーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はフィーバーゴルフローズ、フラワーパーク今ゴールイン、段違いの強さです。フラワーパーク1着、2着はフィーバーゴルフローズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。